与田タスクに兵から1924年10月15日は、明治、大正期の実業家、政治家、教育家で、旧中川村の三聖人の一人。1846年2月1日、伊豆国長郡大沢村の世だけに、第10代前衛門基人の長男として生まれ、陽名を聖二郎と呼び、7歳の時に、漢学者でありおじである、土屋三世の開く。 三四塾に塾生として学ぶ。その後江戸に留学し、1867年、伊豆国長郡大沢村で11世として名主を継ぐ。足柄県第九区長、静岡県議、長郡長などを歴任後、1890年に第一回衆議院議員総選挙に出馬して当選。また、産業の面でも、キート製造同業組合長、 第2本三司会静岡市会副会長として多くの品評会へ出品を行って受賞したり、沼津、東京間の航路を松崎寄船会社として開くなどした。与田家は伊豆国長郡大沢村で代々名主を務めていた。与田の省とも呼ばれた大沢の里の与田家は中川のほとりに立つ庄屋屋敷である。昭和36年から大沢温泉ホテルとして、 旅館業を営んでいた。弟に、北海道十勝平野の開拓者である、与田むさんがいる。与田家の建築物は、表門など4棟が、国の登録有形文化財に登録され、母屋など5棟が、静岡指定有形文化財に指定されている。現存の与田邸は、大存大の主が建設したものと伝えられている。 母屋は1668年から1704年の13年をかけて建築されていたと言われており、1759年7月17日の水害で門や長屋などが流され、母屋と倉は残った部分は改修されている。1890年に11代当主、ヨダタスクニ兵が衆議院議員に当選した際に大規模な増築がされた。 1961年14代当主、与田圭一が歴史的建造物の活用として、大沢温泉ホテルの名で旅館業をはじめ2015年に廃業。2017年に松崎町営の文化施設となった。旧与田邸を舞台にした小説に、浜野茂明、父の宿がある。2019年9月14日には著者を招いた講演会が、 NPO 法人伊豆学研究会主催で行われた。1999年10月28日に、国の登録有形文化財として登録された。与田家住宅表門木造平屋建て、河原武器、建築面積24平方メートル。与田家住宅注文木造、河原武器、長さ2.5メートル、板米14.5メートル与田家住宅米木造、河原武器、 延長22.5メートル与田家、住宅釜宿造造り平屋建て、瓦原武建築面積33平方メートル2010年12月3日に、県指定有形文化財として指定された。与田家住宅主屋木造平屋建て、瓦原武建築面積479平方メートル。外壁は、生小壁で南北と西側の軒先には、銅板の防火土があり、 抜きからたるきまでしっくで塗られている。よだけ住宅離れ木造平屋建て、瓦わき、建築面積138平方メートル。よだけ住宅道具像土造造り二階建て、瓦わき、建築面積48平方メートル。現在は、よ倉と一体化している。よだけ住宅埋蔵土造造り平屋建て、瓦わき、建築面積52平方メートル。現在は、 道具像と一体化している。夜け住宅味噌像土蔵作り平屋建て、瓦原吹き、建築面積42平方メートル。宿泊施設として利用していた際は、ラウンジとして利用された。道の駅花の賛成伊豆松崎。ありがとうございます。